失礼します。はい、今回は、クロスクブのカスタムパーツのご紹介をしていただけるということで、はい、クロスクブの方は、竹川さんのパーツすでに日本だのカタログにも掲載されているものがあるんですよね。はい、一部は、はい、掲載させて、はい、これだとどのパーツがそれに当たりますでしょうか。そうですね、この辺の、まあ、センターキャリアとか。センターキャリア、はい、この辺の外装パーツですね、はい、アンダーフレームとか、はい、いろいろヘッドレートが、はい、はい、このあたりすでにキャリア系、はい、乗ってらっしゃるということで、はい、ではそんな中で、最近ちょっとこれが人気だよっていうパーツはどれが今。そうですね、本田さんの方にも乗ってるんですけども、はい、マフラーですね。マフラーやっぱり一番人気ですね。はい、はい、あ、ね、今日このマフラーの方もいらっしゃるかと思いますが、はい、はい、これがやっぱりクロスカブに一番似合ってるというか、まあ、イメージされてる方がおられると思うんですけども、はい、なので、おっしゃる、はい、変わる方が一番多いので、はい、はい、なるほど。あとはもう、はい、古いですね、今ちょっと新商品になるんですけども、はい、ブレイズウィンカーっていう、ちょっとクリアレンズ、スモークレンズとオレンジレンズ3種類あるんですけども、はい、こちらが結構今人気、ちょっと新商品で出して一番人気あるんですね。はい、なんかこう、はい、レンズ、じゃあ電気ついてなくてもちょっとキラッと感があって、クリアとかはちょっと花びらっぽくなるのが見えますんで、はい、かなり綺麗かなと思いますね。光っても同じような感じになりますので、まあ、おすすめですね。今日つけてらっしゃるのはスモークバージョンですか。ね、スモークに、バルブをちょっと LED に LED で変えさせていただきます。はい、まあ、キット自体はオレンジバルブが付属してるんですけども、あ、はい、はい、まあ、LED されるとちょっと消費電力とかその辺のケアもできますので、そうですね、はい、おすすめです。長く使えて、はい、明るくて、はい、はい、あとこれシートカバーです。シートカバー、はい、こちらはかぶせるだけなので、あ、そうなんですね、はい、簡単に、まあ、これも革ではなく、はい、スポンジ入った表皮になってますので、はい、ちょっとクッション性もいいかなと。そうですね、はい、クッション性結構柔らかくていい感じ、はい、シートカバーは、まあ、弊社メッシュシートも出してるんですけども、はい、メッシュシート夏いいですよね、はい、そうです、今の時期からも今日も暑いんですけど、メッシュシートおすすめかなと思うんですけど、まあ、これはこれでまたちょっとデザインいろいろありますので、またおすすめかなと、はい、いう感じですね、はい、はい、他はいかがでしょうか。そうですね、今まだちょっと産後出品に近いんですけども、はい、タコメーター、タコメーター、はい、うん、タコメーターです、はい、こちらをちょっと今日はつけてきてみますけど、クロスカブ自体は スピードメーターしかないので、あ、そうですね、タコメーターをサブでつけるという、そういうのをちょっと提案させていただいてます。はい、はい、タイヤなんかもちょっとしっかり、あ、そうですね、足回りはちょっと純正と違ってちょっとアルミホイルになっ
アルミの、はい、ホイールワイドで、はい、ワイドホイールを履いてますので、はい、ちょっと見た目もありますし、はい、まあ、フラックリムですとかなり足割りは締まりますので、あ、はい、かなり見た目も変わるかな、そうですね、ちょっとホイールの色が違うだけにね、締まりますよね、なるほど、なるほど、結構外装パーツの弊社はしますので、はい、いろいろ注目していただければと思います。はい、来月ちょっとあれなんですけど、エンジンパーツを予定しております。 25cc までエンジン排気を上げる、125cc までこの使われます、はい、あとはそうですね、ちょっと新型のマフラーとかもちょっと開発してますので、あ、またご覧いただけたらと思います。はい、こんな感じで、他はどうでしょうか、大丈夫ですか、もう悔いなく説明しました。ちょっともういっぱいあるんですけども、ティルランプもティルランプもなってますんで、はい、あ、スモークなんかこうね、統一感が出て、はい、ランプ揃えるだけでもね、ちょっと雰囲気変わります。ジョグランプも今回つけてます。あ、ジョグランプなんですね、はい、サブで付け出します。はい、これは今月発表になっていくんですけど、まあ来月から戻ってきて、なんか浮かんで、来月から入る、はい、僕らなんかこう見かけも可愛いですし、そうですね、実際いいですよね、はい、ちょっとね、実際もかなり明るくなってます。サブで使ってもらっても、はい、サブで使ってもらってもいいかなと、サブライトにして、はい、はい、なるほど、なるほど、はい、まだまだ聞きたいという方はぜひあちらのテントで佐々木さんが対応してくださると思いますので、お伺いになってみてください。はい、ではありがとうございました。竹川佐々木さんでした。皆様拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。でかいな。